杉薬局プレゼンツ教えて薬剤先生。本日は岐阜市民病院整形外科の宮本圭先生にお越しいただいて、腰部脊柱管狭窄症についてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。脊柱管狭窄症、はい、どのような病気なんでしょうか。はい、これは主に腰で起きます。はい、腰の骨の役割、はい、柱、はい、そしてよく曲がるということ、もう一つは神経の入れ物、はい、で神経の入れ物としての管が、はい、加齢によって細くなる病気、神経圧迫されていろんな症状が出ます。これが腰部脊柱管狭窄症と言います。骨の間に神経があるわけですね。骨の中にこういったちくわみたいな筒になって神経が通っていくわけですね。それがこう狭まってくるという。そうです。はい、そうしますと初期症状はじめにどんなものが起きてくるでしょうか。はい、両足のしびれ、あるいは片足のしびれ痛み、はい、そして歩けば歩くほど足がだるくなって前かがみで休まざるを得ないと。で前かがみで休むと楽になってまた歩ける、まあ、そんなちょっと不思議な症状が出る病気ですね。どのような人に起こりやすいでしょうか。これはもう若い人というよりは50代以降、50代、60代、70代、80代、高齢の方に起こる病気です。男性にも女性にも起きます。手術をしたとかしないとかよく友人がいるんですが、予後はどうでしょうか。これはですね、神経の通り道を広げる、すなわち神経の環境を良くする手術なんですね。ですから適切なタイミングに受けるとかなり成績はいいです。適切なタイミングというのはどういうことでしょうか。これは神経が圧迫されて血行が悪くなって神経が痛んで、そういった病気ですので、あまりにも長い間我慢したような方は、診断がなかなかつかなかった方も含まれますけども、良くないということになります。どのような治療法がありますでしょうか。そうですね、まず神経が圧迫されて神経血行が悪くなる病気ですので、血行を良くするようなプロスタグランジンという飲み薬、はい、あるいは注射の点滴、はいはい、そういったものをやるというものが一般的です。そうしますとやはり的確な診断を地元の整形外科でしっかり受けて、それに従って治療していくということが大切になってくるでしょうか。そうですね、同じような症状を出す病気に閉塞性動脈硬化症という、はい、血管細くなる病気もありますので、はい、腰の MRI などそういった画像検査も受けて診断を早期に受けるというのが大事かと思ってます。わかりました。私には特に気になるんですけど、肥満とか運動しすぎるとか、それどうなんでしょうか。そうですね、やっぱり肥満の方の方が体の軽い方よりもやっぱ起きやすいんじゃないですか。やっぱり機械的な刺激でだんだん脊柱管が狭くなるような対抗性変化がジャッキされると思うんで、まあ、太りすぎという方はそういったダイエット指導もしてます。わかりました、まあ、私は今のところそういう病気は持っておりませんが、ならないように日々気をつけて過ごしていきたいと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。番組をご覧の皆様に抽選で杉薬局の商品券が当たるアンケートを実施しています。こちらのメールに空メールを送ってください。アンケートとキーワードを記載していただき送信してください。